本当にさ、ああ言えばこう言うよね。誰に似たのかしら、本当に。過去に旅配信に誘われたことあるよ。あるけど、まあほとんど断ってるよね。ほとんど断ってる。旅配信と絶対長時間配信になるじゃん。私長時間配信って嫌いなんだよね。疲れちゃうから。みんな、私のさ、昔ね、4年とか5年前にやってた朝のお弁当配信見てないのか。10分とか15分でお弁当作ってたからね。遅くても30分以内の。詰めるだけじゃない。全部手作りじゃん。全部手作り。布団とか、話聞いてる？うんとかすんとかないのかな？話を。聞いてる？本当に。全然聞いてないよね。お？お骨ぐじゃない、全然。全然絶好調で、今日は。今日はもうルンルン気分って感じ？だって昨日ね、イケメンとデートして、素敵な写真撮って、みたいな。で、今日はまた作業着着たね。ねえ、その男の世界に突入するって感じで。すごいね。楽しみ今日。かわいいっしょ。ちょっとボサボサになっちゃったけどね。これをさ、自分でできたらいいんだけどね、難しいよね。もう編み込み方ね。こうやるとさ、ちょっとさ、なんか若返った感じとか、可愛く見えるね。昨日やってもらってそのまんま寝てね、今ここでやったわけじゃないんだよ。バカ野郎！バカ野郎！ガチャ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 うるせえな。ああでもない、こうでもない。ああ言えばこう言う。朝から、うるせえな、お前ら。お前らはキュウリでも突っ込んどけ。闇か、ナナちゃんになっちゃうんだよ、またね。結局闇か、私か、みたいなね。あと、まあ、便所さんとかさ、髭剃ったって言うけど、だからお風呂入ったっつうの。なんか、濃く見える、今日。髭濃く見える？ただね、ちょっと脱毛したばっかだから、ちょっと濃く見えるんだよね、脱毛後ってね。じゃあ、オカマの店とかさ、結構テンション高いじゃん、どの店もさ。オカマバーで働いてたんだけど、私結構テンション低い方じゃん。ゆったり喋ったりとかさ、ノリも結構落ち着いてんじゃん。なんかオカマバーで働いてたんだけど、ナナちゃん今日どうしたの？とかね、言われんで、ね、お客さんとかに。なんか体調悪いの？とか静かね？とかね。なんか辛いことあったの？とかさ。で、そう言われたくないから、出勤前とかにお酒を飲むのよ。もうグワってね。それでもう酔っ払った状態で出勤するの。うれーとか言って、イエーイみたいな、イエーイってね。言えてるよねーとか言ったりとかさ、ねえ、マジーとか言ってさ。いらっしゃいませーとかやったりとかさ、できないじゃん。だって普通のテンションだとね。保てん、ドーピングしなきゃ無理なんで、おかまの店とかさ。わかる、すごいよねーとかさ。確かにしょ。ぜって何？でって言われたらにって言うけど、私。でって言われたらにって言うよ。え？ずって言えばいいの？ あ？一緒にしないでください。ここは大人の枠なんだからね。ね？リスナーさんも配信者も一緒に、ね？教育し合う。学校のような、ね？枠なんだよ。ガキが見るとこじゃねえんだよ。ガキはおととい来やがれっつうんだよ。え？ ね？言ったらわかりました？はーいわ。はーいって言って。はーいって。こういう絵文字をつけて、はーいって手あげて、はーい。絵文字もつけて、絵文字もはーい。
け？そのメスのマークって何？そのメスのマークって。そのメスのマークみたいな何？こういうの。ん？もうさ、コメント欄が気持ち悪い。もう書くんだったらちゃんと書いてくんない？なんか、最近あれだよね。ほんと気持ち悪いよね。コメント欄が。なんか統一性がないっつうかさ。なんかね、なんか気持ち悪い感じ。こっちとこっちが合ってない感じだよね。こっちは一生懸命話してるのに、なんかこっちはね、全然受け答えがないみたいな。だったら配信しない方がいいのかなとか思っちゃうの。それは前からじゃないでしょ。これね、了解です。わかりましたってね。あ、やばい。ちょっと待って、番号です。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと録。ちょっとね、カットでカットでごめんなさい。またやっちまった。大丈夫ね、一瞬だったからね。またやっちまって、ごめん、じゅんくん。非通知拒否してください、非通知拒否。ウーバーナナちゃん、スタートでーす。ウーバーナナ、職人さん、4人前のお弁当をお届け、チャリンチャリン。こういう皮の部分とかをさ、いらない部分をね、私はこういうとこ取っちゃうんすよ。そうだよ。でこうやってね、筋をね、ケッケッケッってね、こうやって、伸ばしてあげて、こうね。うわーじゃないよ。こう、これね、ちゃっちゃちゃっちゃとね。ちょっとやばい、トイレ行きたい。ロスロス。やばい、トイレの時間を考えてなかった、私。かなりロスなんで、トイレ休憩だけでもね、ちょっとアイコソースを、とりあえずね。ガン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 。こうやってね。よいしょ。で、生姜。まあ、ハーフぐらいかな。生姜とニンニクハーフぐらいで。同じ分量ぐらいでね。それで、もみもみ。こうやってね。いや、下味ってしっかりつけた方がいいよね。唐揚げだから。時間がないんでね、もう短時間で味付けするしかないから。ねえ。ほんとに？ 1 個、2個、3個、ちょっと殻入っちゃった。3個入れて今、3個、4個は3人前。でもか、卵焼きは 2かけぐらいでいいんだよね。3個とか4個入れないかな。塩。5人分のあれだからな。で、砂糖。私は結構砂糖入れるんでね。で、混ぜ混ぜ。こんな感じでね。油はね、やっぱね、卵料理は油をケチっちゃダメ、絶対に。失敗するからね、マジで。マジで卵は思いっきりね、使ってあげた方がいいよ。あーっしょ、結構分厚い卵焼きになりそうだね、これね。
分厚い分厚い分厚い、どんだけ分厚い卵焼きになるのって感じですね。こういうとこをなんかブサイクルで、こういうとこをね、外してあげてね、カスとか、うん、美味しい味付け、グーよ。で、最後、もうこれ一気にいっちゃおう。っていうか、あれだね、相当分厚いね、これ。厚焼き卵焼きじゃないんだから。あ、いいんじゃない、いいんじゃない？オッケー。ガンと入れてね。じゃがいものね、ハーフでいいや。オッケーオッケー。これマッシュの機械があるんで、とりあえずマッシュします。なんなくない？塩、粉チーズ、な、唐揚げを明らかにポテサラ4人分ないよねこれね。ほんのちょこっとね、あと漬物とかもあるかな。で、今ポテサラできました。これ冷やしときます、冷蔵庫で。まな板があれなんで、これ切っちゃうね、こういう風にね。バターでーす、バター、もうジャーって入れちゃうか、ジャーってね。ねえ、じゃないの、そりゃそうっすよ。塩コショウね。いや、これでオッケー。醤油を入れまーす、最後に。うまい、こういう、うわー、すごい、バチバチいってる。オッケー。私はウインナー焼くときは結構油多めにやるよ。こんぐらいギトギトのウインナーが好きなんだけど。フランベ、フランベ。フランベった、今。ね、ウインナーオッケー。あとなんだ？オッケー。オッケー、おじさん、やってきた。オッケー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 、ケー、オッケー。行きましょう。1個、2個、3個ずつにしようかな。うわー、ちょっと待って。ちょっと待って、油が。油は、揚げ物の時はもう絶対にもうこれでもかぐらい多くした方がね、カラッと上がるんだよ。オッケー。で、唐揚げ終了。まあ、なんて美味しそうな唐揚げでしょうか。
こちら、愛情たっぷりな、ウーバーナナのお弁当でございますね。完成でございまーす。いいでしょう。唐揚げ2個に、ウインナー2個、で、卵焼きが2個、で、ポテサラ風変なやつね。さつまいもなんか変なやつ。で、あとバター、ほうれん草のバターコーンね。あ、来た！いたー！ごめんね、仕事中なのに。お待たせしました。あの上なの？ちょっとあそこにトラックある。あー、なるほどね。ご飯持ってきました。ありがとうございます。ウーバーナナ、4人前です。かっこいい。顔つけやっぱ違うね、昨日と。消えまして。あら、よちくんだ。よっちゃんだ。ほら、よっちゃんごつでしょ。あ、ほんとだ、意外と。よっちゃんも配信者なんですよね。はい、うん。もう最近やめてます。なんで、彼女ができたかな。まあそんな感じ。いやー、イケメンばっかじゃん、ほら。全然。いただきます。え、うまない、はい、どうぞ。もううまい。何からいく？唐揚げ。唐揚げから食べる？うん、いただきます。うまい、うん、美味しく、うん、うまいな。これは誰うまいな。美味しい、うん、ちょっと濃ゆめにしました。濃ゆめに。ご飯が大丈夫ちょっとねうん、でも俺の結構固め好き。あ、そう、固め好き、うん、なんか肝って水あってもいいかなぐらいでしょなんか4号炊いたから、4号って久しぶりに炊いたからね。卵焼き食べてみて。ちょっと甘めかも。あ、うまい。うまい？うん。うまい。うん、うまい。甘い。甘いっしょ？うん。うちはね、甘い卵焼きなの。うん。うちのお母さんがね。俺甘いの好きなんですよ。あ、そうなんだ。うん、それね、それがちょっとね、謎い。ん？美味しいでしょ。あ、美味しい？うん。お、本当に？え、うん。なんか寺門ジモンに見えてきた、だんだん。似てるんだよ、今の人からね。え、うまいね。あ、美味しいです、うん、普通に。あ、うまい？え、バレですか、これ。いや、なんかね、さつまいもだったんだよ、じゃがいもでなくポテトサラダ。それはおもろい。ポテトサラダ作ろう。昨日じゃがいも買ったじゃないですか。あれね、さつまいもだったみたい。味さつまいも狙いだって。さつまいも、うまい。ねえ、うん、美味しいけど。なんか、ね、違う種類私買っちゃったんだよね。うん。うまい？うん。ブロッコリーは食べないよ。ブロッコリー何もついてないからね。うん、美味しい、うん、よかった、うん、いいクッピー。なんか飲み物持ってくれよかったね。飲み物あるでしょ。大丈夫、足りん？うん、美味しい、うん、すごい、すごい邪魔ここね、邪魔だよね、うん、うつそれいや、おかずがうまいね。おかず、たっちゃん。あ、どうも、赤たくさんだ。そう、配信者ですよね。はい、おはずですね。はじめまして。はじめまして。はじめね。おいしいな。ほんと、うん、よかった、うん、みんな来た甲斐があったね。いや、おいしい、マジでマジでおいしい。1時間半でめっちゃ遠いっすよあ、違うよ、タクシーは30分ぐらい。でも高速です。ん？高速です。そうそうそう、もうウーバーならなんでね。ありがとうございます。え、今日はあともう一人いるってことかな。ミャンマー人。ミャンマー人、へ、うん、でもご飯美味しいけどな。美味しい、うん、ただ今飲み物がないからな、うん、じゃあ昨日ね、パスタ作ってくれたからお返しで、ね、そうなんですか。そう、何パスタですか。なんだっけあれ和風、あれや、鮭と醤油の和風。そうだよね、和風パスタ。美味しかったの、めちゃくちゃ。
はい、完食したの。美味しかったって。全部食べきってくれた。よかったー。